審査翼グループ反天皇制運動連絡会反天連が26日東京都渋谷区でデモを行った同区の千駄ヶ谷民会館で終わりにしよう天皇制11.26大集会と銘打って大がかりな集会を開催反天連を中心とする終わりにしよう天皇制11.26集会実行委員会はその後 千国民会館から渋谷駅の八チ前まで百数十人でデモ行進した。右派団体も大勢駆けつけ、デモ行進のルートで。反転連は日本から出て行けなどと罵声を浴びせた。反転連は民主国家に天皇制いらない。マスコミは抑算報道をやめろ、警察は違法な写真撮影をやめろ。天皇の代替わりを許すななどと。 シュプレヒコールを上げながら行進した竹下通りなど繁華街を通過したため通りの服飾店やラーメン店などからも店員が出てきて何事かと見守った東京都大田区から友達と原宿に来たという中学3年生15は言いたいことがあれば辻立ちして演説すればいいのに車の通行を止めてまででもやって。 天皇制やめろなんててみたた。いいと憤慨していた反天連はその活動方針などから右翼団体などの強い反発を招いており23日には東京都田治川市の防災航空祭に合わせて行われた反天連系の団体デモの際右翼団体大日本国士団の会長らが反天連系団体の街宣車のフロントガラスを割ったとして警視庁公安部が 暴力行為処罰法違反容疑で3人を逮捕している。ウェブ編集